E991 系電車は東日本旅客鉄道が1994年に製作した在来線交流直流量用試験電車である。愛称はトルコリラ Z。トルコリラは挑戦、試験、努力、解決、Z は在来線、究極を意味し、在来線において究極の技術開発に挑戦する試験電車という意味が込められている。 在来線の理想的な鉄道システムの実現を目標として制作された。3種類の構造で製作されたアルミニウム合金製の構え体や新構造の台車に加え、新設計の VVVF インバータや出入口構造等で種類の異なる方式を採用し、性能の比較を可能とした。先代側より雲屋 E991 から1、鞘 E991 から クモや E990 から1からなる3両編成を組んでいた。両戦闘車はいずれもワンハンドル式コントローラーで制御するという点では共通するものの、それぞれ運転席のデザインが異なったものとなっており、外観も大きく異なる。特異点としては、ブレーキ制御方式に日本の鉄道車両としては珍しい油圧式、ブレーキレールブレーキを採用したことと、 制御式自然進士式車両に次ぐ第三世代の車体傾斜方式の開発を目指してアクティブサスペンションシステムを利用した強制式車体傾斜制御を採用したことが挙げられる。1992年に成田線で発生した大須賀踏切事故の影響で設計変更がなされ予定より落成が半年程度遅れた。この事故の教訓を踏まえ 強固な構造で乗務員を保護するサバイバルゾーンと計算通りに潰れることで衝撃を分散、吸収するクラッシャブルゾーンの考え方が導入された。速度における目標は最高速度時速 160km、曲線で本速時速 45km であった。空気ブレーキやレールブレーキ、初の 3D 防振材や見越し構造による床下機器の一部搭載が 試みられ、青函トンネルの下り勾配を用いて、時速 270km 走行を行うことが最終到達目標であった。本系列は21世紀の理想的な鉄道システムの実現を追求すべく製作され、その開発にあたっては以下の3つがコンセプトとされた。車体はいずれもアルミニウム合金製であるが、材料、構造は各車両で異なる。 クモヤ E991 から1はアルミ制御中空押し出し型材を使用したモノコック構造。サヤ E991 から1はアルミ板材。アルミ製神経材を使用したスケルトン構造。クモヤ E990 から1はオールアルミハニカム板材を使用したモノコック構造となっている。また、両戦闘車の運転ダイブは踏切事故対策として高運転台とされたが、外観は 両車で大きく異なる。クモヤ百9 9 1側は新たな観点から理想的な運転台を追求したデザインとなった一方、クモヤ九9 9 0側は従来の流れを踏襲しながらもさらに改善させたものとなっている。運転手の安全を確保するため先頭車は衝撃吸収構造を採用している。客用扉は各車両一箇所設けられており、両先頭車は 電気式の片引き側引き戸、中間車は、プラグドアを採用している。また、空気圧系統を可能な限り油圧系統に置き換えた、ことから、空気配管の代わりに、油圧配管となっている。また、車内、車外騒音対策として、床下機器全体を覆うスカートを装備している。客室窓については一部が内側に開く以外は、固定窓である。 電源関連低重心化のため、従来屋根上に搭載されていた、真空遮断機、開来機、主ヒューズといった装置は床下に設けた、高圧機器箱に収納されており、高圧機器箱、主変圧機、主整流装置などの特高圧、高圧機器は中間車に搭載されている。また、本形式には、直流区間と交流区間を隔てるデッドセクションでの、主回路の切り替えを、 ATS ピーチ上司により自動で行える方式が導入されており、これは後に E501K で本採用となった。主電動機主電動機は定格出力 130kW の参照、誘導電動機である MT927、MT928 を4機搭載する。歯車比は MT927 が4.82、MT928 が4.84になっている。 主制御機、主制御機は両戦闘車に搭載され、どちらも VVVF インバータ制御であるが方式が異なり、クモヤ E991 から1は 1C4AM の GTO サイリスタ方式、一方のクモヤ E990 から1は2軍1機の3レベルイグブト方式である。台車、駆動装置試験車であることから、台車は各車両ごとに異なっている。 クモヤ E991 から1は、油圧、コイルバネのボルスタレス台車 DT955 系、サヤ E991 から1は、空気バネのボルスタレス台車であるが、インサイドフレーム型台車の TR913 型である。また、レイルへの大圧低減を期待して、軸鏡両先頭車の 2100mm から 1900mm に短縮している。 雲屋イ990から1については、空気バネーのボルスタレス台車 DT956 型となっている。また、全車にアクティブ同様制御装置を搭載する。雲屋イ991については、セミアクティブサスペンションも装備されている。車体傾斜装置、車体傾斜装置は当初、準備工事とされ、1995年7月から8月にかけて設置された。 クモヤイ991は、コイルバネと、油圧シリンダの組み合わせ。サヤイ991は、空気バネ自体。クモヤイ990については、リンク機構と、油圧シリンダの組み合わせにより、車体を傾斜させる構造となっている。その後、1995年の走行試験において、クモヤイ990、サヤイ991で、軸重抜けへ輸送された。 新臓美は勝田電車区に到着した九百九十四年十一月十二日付である。その後、同年十一月二十一日に、水戸勝田間で試運転を実施の後十一月二十三日より、常磐観光線のアビコ取り手で、走行試験を実施した。九百九十四年十二月には、常磐線の友部水戸間で、交流区間における時速百六十キロメートルまでの、 走行試験、1995年1月から2月にかけては、松戸取出間において、直流区間における 170km、H までの走行試験を実施した。1995年7月から8月にかけて、車体姿勢制御の改造を行い、同年9月から12月には、中央本線猿橋笹子、小渕沢潮尻間で、半径 300m を含む、 曲線区間で本速時速 45km の走行試験を実施した。その後、常磐線の松戸阿鼻子間で時速 180km 中央本線主放津、海山との下り線で本速時速 45km の走行試験を実施した。また、1997年9月には戦績線においても試験が行われている。 試験終了に伴い1999年3月27日付で廃車となり、全車両とも6月に解体された。なお、E991 系の車番は2000年に落成した E501 系と類似構造の研修用機械にも与えられているが、車席は有しておらず、統計列とも無関係である。ありがとうございます。